はい、皆さんこんにちは。今回は、何でしたっけ、バウンティーハンターというね、あの新しい DLC のゲームモードをやりましょう。まあこのゲームモード、まあ、簡単に言ったらキルコンです ね。これで分かる人には分かるでしょう。今回はですね、珍しくバトルライフルではなく、この、ね、KSG12、ショットガンでね、やってみようと思います、ね、ショットガン苦手なんでね、いつものようにはいかないと思うんですけれども、まあ、やってみましょう。今あの敵を倒したらですね、何かが落ちて、お、何、あ、しゃがんだ。敵を落とすと何かを落とすんですね。コイン、多分コインだと思うんですけれども、チケット数400で、キルをしただけではポイントにならない。キルをしてコインを取ることでようやくポイントになる。まああのね、やっぱりキルコンなんですけれども、なんていうのかな、ただのチームデスマッチにちょっとちょっとだけ戦術が加わるというかですね。これ敵じゃん。ただ単にバカ突してるだけだとチームは勝てないよとね、そういうルールだと思うんですけれども、ちょっとショットガンのね、私の適性が低すぎる、やばい。ちょっとサイトだけでもどうにかしますか。コブラでフラッシュサイトはいらない、何にもないと。でショットガンのね、本当はレビューをしたかったんですけれども、ショットガン使わなすぎてね、全然わかんないですよね。このショットガンが強いのか弱いのかっていうのが。あとね、話すのが早すぎるって言われたんですよね。話すテンポが、もっとゆっくり噛み締めるように喋れと、ね、そういうアドバイスをいただいたのでですね、ちょっと意識してみようかなと。早速できてないんですけれども、ゆっくりね、聞き取りやすく、まあただでさえね、滑舌が悪い方なので、そこはちょっとね、気をつけていきたい。どこ行っちゃった？あの距離でも足を打つと死なないんですね。やばいやばい、一発で死んじゃう、一発で死んじゃう。逃げよう。からの姿を見せる。あれ？かかったな。やはり難しい。なんかショットガンだとね、いつもは距離っていうのを気にしないんですよね、バトルライフルだから。どんな距離でも、まあ、大体同じように撃てばいいっていうのがあるんで、あんまり気にしないんだけれども、ショットガンはそうはいかない。この距離勝てないから逃げないとなっていう判断が加わるだけでね、だいぶ難しくなりますね。だからね、いつでもどこでもショットガンっていう人はすごいなと思うよね。コンクエでショットガンとか、私からするともう正気とは思えませんからね。でもそれでちゃんと武装した容疑者を排除ね、ちゃんと数字を出す人がいる。あのコイン取りで取れるかな、取れるかな、取れなかった。そう、今みたいに取れるかどうかっていう読み合い、要するに敵を倒して味方のじゃない、敵のね、なんだっけ、あれオペレーターが蘇生しに来るのをこう待って美味しくいただくみたいな、そういう戦術をもう常にやるようなゲームモードなんで、倒した後に行くか下がるかっていうのを考えなきゃいけないですよね。コイン、なんだこのエンブレム。
敵に合わない。追っかけてきてるね。外した。危ないよ。あの初弾を当てるのがね、致命的に下手なんですよね。致命的に。だからあのスナイパーライフルとかも使えないし、あの初弾は適当なエイムをしてですね、そこからこう微調整していくような、そういう打ち方が多いので、本当にショットガン、スナイパーライフル、 DMR っていうのはかなり厳しい。俺が DMR を使うとね、あのひたすらピシュンピシュン相手の周りでピシュンピシュンになるっていう、それだけの武器になっちゃうからね。本当に会えないんだけど、どこ行っちゃったの。ああ助かった。今ピザ、ピザ、ピザか、なんだっけピザ、マツコデラックスが絶賛したっていうピザ、ピザーラだっけ、あれは。あれ美味しかったな。下、下も上も、うわーちょっと暴れちゃったよ。本当に下手くそだっていうのが今かなり伝わってると思うんですけど、ショットガンの練習っていうのはどうしたらいいんだろうな。待ってるね、そこで死ね。おお、何何、今の瞬間であんなに弾を当ててくるだろ。あー死んじゃう。ダメだね。お、焼夷グレネード、美味しい。ちょっと見えたよ、見えたよ。遠いか。なんか最近 ACR を使ってる人をすごく見るんだけど、強くなったんですかね。ACR は、ACR というより、あれか、カービンが、ちょっと強化されたんだよね。最低威力が、まあ、全部3上がったのかな。で、アサルトライフルの、まあ、若干の弱体化もあり、それで人気が、人気がちょっと出てきたのかな。まあ、アサルトライフル使った感じはそんなに変わってないですけどね。横ブレが増えたらしいけれども。私はね、全然横ブレっていうのがわからない人間なので。ねえ、あの BF4 の、危ない。下手だね、本当に。かぁ。BF4 のなんだっけ、あの横ブレのすごい銃。ちょっと名前をど忘れしちゃったんだけど、それぐらいだとさすがにわかるレベル。それ以下の横ブレなんてのは全然、この銃横ブレひどいよねって言われても全然わかりませんからね。あ、そうなんだって。鈍感なんだろうな。下にいっぱいいるのかな。ここだ。焼夷グレネード大活躍。
すがにあの距離はいける。いや味方が撃ったのが当たっただけかな。いや本当にショットが難しい。ザコシってやつだね。ちょっとさ、周りが青いと味方に見えちゃうよね。びっくりした。もう一人来る。やばい、燃える。ひぃ、怖え。そっちだ。逃がさん、逃が。あ、味方が頑張っちゃった。ほいっと、ここでしょ。ほいっと、いいね。あ、よくなかったね。なんかね、最近は武器紹介で慌てながらというか焦りながらというか、どうにかこう活躍しなきゃ活躍しなきゃっていう動画が多かったんで、こうやってねのんびりできるのはいいなと。あ、でも一応これバウンティーハンターの紹介っていう体でしたっけ。まあいいか、いいよなそんなのは。おっと、今のは敵ですか。下、無理。あ、そろそろ終わり。本当に特にいいところは何もなく、横向いてる人から撃っちゃダメだ。あぶねー。なんとか勝ちましたけれども死にすぎですね。25キル15です。これはここでは出た、キルデスにすると 1.67。あ、このタグっていうかスプレーっていうか、何でしたっけ、エンブレムは気にしないでください。ああそこですか。まあこんなとこですね。ね、私がショットガンを使ったらこんなもんですと。はい。またね、近々動画上げますのでそちらの方もですね、よろしくお願いします。あとですね、この銃使ってみろよとか、こんな武器面白いんだよとか、このルールやってみろよとかね、チーデス戦のバトルライフル戦みたいな私ですから、他のルールをやるとですね結構、無残なことになりますから、その辺もね、その辺を楽しむためにというかですね、リクエストがあればやってみたいなと思います。あとは何かな、チャンネル登録をねしていただけるとね大変励みになりますね。まあ、よろしくお願いします。以上、生田でした。ありがとうございました。